父さん母さん今までごめん膝を震わせ親指しぶる兄さん姉さんそれじゃあまたねえらい靴のかかとつぶしたイエーイね、パッパサイズでパッパ髪を取るなんだっていいのさたまっぷりになればいさ得たいとくじをかぼうかもっと丈夫なハサミで顔を切り取るのさ全自然の言葉を僕ら聞かせてよ何急いだいもいらないとはずたいどんな君らに想像するちょうそうただ揺らしてよ縫い目の隙間を埋めておくれみなさんさよなら先生よ元気でだから胸によだれが垂れる正直もは何を見る正直もはバカを見る正直もは何を見る正直もはバカを見るああこれじゃまだ見ないよもっと大きなミシンで心が強くなった全自然の言葉をほら聞かせてよ何そいだいもいらないとはずたいどんな君らに想像すんちょそうただ揺らしてよ縫い目の隙間を埋めておくれもうにもないよ、もうにもないよ引き剥がされて糸くずの海へとこの際もうそう僕いないよ僕いないよゲスで売れて帰る場所すらどこにもないんだよ存在証明明日嘘だらけの体完全廃をずるしたいよ今回どう隠れないの隠れたいのなんないこんな僕はない見る目は届けて見聞き見るか見えたったレイズで命を絶つ誰だっていいのさ代わりになれば